ですね、我が家の簡単チャーシューをちょっとやってみたいと思います。まずはニンニクですね。香り付けのニンニク、もちろん青森産ですよ。こいつを2かけくらいでいいですかね。やっぱり3かけいきましょう。まあ、基本適当なんで、あまり難しいことはしません。あと、めんどくさいことも嫌なので、簡単に。まず尻尾の部分はね、もういらないんで。そしたら、ここでニンニク潰します。そうすると皮も簡単に剥けます。そしたら、鍋なりフライパンなりに。次が生姜です。うちではね、あの生姜冷凍してるんですよ。で、常時冷凍庫に入ってます。まあ、これも適当に。煮たスープはね、ラーメンのスープに使うので、あまり生姜強くしすぎるとちょっと生姜生姜になってしまうので、あまり多く入れない方がいいです。このくらいかな。で、十分だと思います。そしたら鍋に水を入れて、で、肉が浸るくらいの水ですね。こんなもんかな。そしたら火にかけていきます。これだけ。あとは蓋をして、どうするのを待ちます。まな板とかもう使わないんで閉まっちゃいます。では沸騰するまで飛ばします。で、沸いてきたので、最初に出てきたアク、これは最初に取っちゃいます。最初だけですよ、このアク取るの。あとはもうアク出よう何しようが放置です。そしたら火弱くして、このまま1時間放置します。丸いチャーシューとかね、作るときはタコ糸で縛ったりするんですけど、そういうのもみんな面倒いので何もやりません。ただ買ってきた肉をそのまま放り込むだけ。あとはニンニクとか香り野菜を入れてやるだけです。基本放置で、それでも十分美味しくなりますので。では1時間後。はい、1時間経ちました。こんな感じです。十分とてもいい香りですね。あとは粗熱取って、で、ここからもね、もう簡単で面倒くさいことは何一つしません。ちょうど入るくらいのフリーザーバッグを用意して、で、これに入れます。熱いからね、熱いので火傷しないように。これはこれで、でもう一つは大きいけれども、入るかな、入りそうなんで、やっちゃいます。で、入れましたら、あとはそばつゆでもいいですしね。うちはですね、ラーメンスープの素、これ使ってます。ただこれ入れて出来上がりです。香味野菜として、あの、このニンニクとかもこっちにそのまま移しちゃってもいいですよ。あっちぃ、これ入れるだけでいいです。このくらいかな。これかなりしょっぱいんでね、あまり多く入れすぎるとしょっぱくなってしまいます。で、この空気の抜き方ですが、こんなストローなんか使うと楽ですよ。ストロー入る分だけ残して、ジッパー閉めまして、あとはこの空気を吸うだけです。はい、これで密封完了です。あとはこれで一晩置くと
出来上がります。まだ熱いんでね、冷蔵庫に入れるにはまだ早いです。でこれでまたしばらく1時間くらい放置しておくと、なかなか冷めないんでね、1時間くらい放置しておくと冷めますので、それから冷蔵庫に入れると OK です。はい、一晩経ちました。こんな感じです。では開けてきます。はい、こんな感じです。でこれで周りの余計なものとか水分を取っちゃって、水分あるとね悪くなりやすいので、余計な水分を取っちゃいます。そうしましたら切っていきます。こんな感じです。で厚さはまあお好みで、厚く切ってもいいですし、冷蔵庫で冷やすことによってね、切りやすくなるんですよ。煮て出来上がってすぐだと油が柔らかくてとても切りにくいです。しかも崩れやすくなりますしね。ですので一回粗熱取った後冷蔵庫で冷やしてあげるととても切りやすくなります。で切ったら、あとはタッパーなんかに入れておくといいです。こうやっておくといつでも食べれます。まあ、食べ方としては普通にチャーシューのラーメンなんかに入れてもいいですし、まあ、こんな感じでバーナーなんかでこう炙ったりしても、温かくすると柔らかくなるので、焦げた香りがしてとても美味しそうです。ではお味見を。うん、うまいです。うん、これ胡椒なんか振ってもいいですよ、これに。このままおつまみになっちゃうので。あとネギなんか添えるだけでも、玉ねぎとかでもいいですね。うん、うまい。で残ったこれはそのままラーメンのスープとかに使えるので、皆さんもよろしかったらやってみてください。あ、それとですね、この残ったタレあるじゃないですか、このままラーメンスープに使えるので、こっちと一緒に混ぜちゃうと塩加減は調整しなきゃダメですが、そのまま使えますので、本当に無駄なく手間なくとても簡単だと思うので、皆様もやってみてください。動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。